東照寺は、茨城県佐島郡五花町にある、総当州の寺院。三号は六国山。本尊は、釈迦如来。十五世紀中頃に、石屋土城を築いたという柳田氏の菩提寺であり、老門形式の大きな三門がある。影響元年、即与、宗里氏が、下佐国の葛飾郡三王山に立ち寄った。夜、座禅をしていると老人が現れ、二人は、 問答を繰り返す。最後に、老人は三郎権限であることを明かし、即与に対しては、この地に留まるように求め、自らは、下佐国、武蔵国など、周辺の六国を守護することを誓って立ち去った。そこで、即与はこの地に寺人を建立し、三郎三六国寺と称した。かき元年、鎌倉九房。 足利持氏家臣の柳田持助が書道を再造営。影響11年に亡くなった父、柳田光助の母代を弔うためであり、万助の方号より事号を東正寺に改称したとされる。創建の地は、茨城県五科町内の山農で、逆さ川西側にあり、現在地より関宿に近かったが、大英四年に、陛下のため消防、現在地の五科町山農さに移転した。 東商寺は、創建後も古学坊及びその重臣、柳田氏の醍護を受けて発展する。文明8年、柳田持つが寄進した盆章が、現在も残されている。文明16年に即伊予が亡くなると、能山厚芸が、東商寺二世となった。能さんは、野渡氏の万福寺、磯部の安全寺などを解散し、東商寺の末寺とした。このうち万福寺の解散は、では、 厚生年間とされるが、一節には、明王三年ともされる。明王三年六月三日付の、足利正氏騎身上によれば、第二代古学坊、足利正氏から、初代、足利重氏の母弟を弔うために、下宮、野綿の両号が、東正寺に与えられている。当時所蔵の年代記には、永昇元年に、 野州や私より関宿かす里に引っ越しとある。この場合は、万福寺があった野渡りが、東照寺の起源となり、前日の資料と整合しない。しかし、両資料ともに、野渡地域と東照寺の関係が深いことを伺わせる。五家と野りはどちらも、渡瀬川水系にあり、船による河川交通で結ばれていた。九年、農が亡くなった後は、 佐藤氏王のりただが、東照寺三世となる。年代記にも、大英四年、東照寺が陛下で炎上したとある。大英六年に佐藤氏を沖縄が亡くなった後、東照寺四世は、天根エースをまが継ぎ、さらに五世、ゆきたまこ六世、海山祖明と続く。七世、明岩尾県佐藤氏は、関屋土城主、柳田聖助が父、柳田隆助の母提を弔うため、 天正三年に、小菓子水海の柳原に創建した、東美春院を解散。さらに東正寺八世、大旧林保、旧世、通元伝達を経て、近世、江戸時代を迎えた。豊臣秀吉による小田原征伐の際には、徳川家康がこの寺に泊まったという。城郭として使用された形跡もあり、堀跡が残存している。漢文十六年六月三十日。 18世、鶴仙厚氏が目の時に火災があり、ガランを失ったが、関宿藩主、松平公言により復興。その後も、元六七年、関宿藩主、牧野成貞により、大金が寄進される。引き続き、柳田氏に代わって、歴代の関宿藩主から被護を受ける。茨城県指定文化財盆昇盆昇、現行年間に下屋国天命の芋の氏、大工街、 本森浦部助光スケミツが制作したものとされる。肩の張りがなく竜図の出来が強い感じを与え、銅座の連弁と入刀が古式である。と、名文が刻まれている。1968年3月28日に、茨城県指定文化財に指定された。五花町指定文化財山和三門元六三年の本堂新築に伴い、 関屋の上主僕や弁護主聖典の妻より寄進されたと伝えられる。詳細は不明であるが、楼門の天井に描かれた竜は、過去数回にわたる洪水や雨漏りで薄くなっているが、仮の葉の流れをくむ絵師の作だと言われている。楼門上には、おくるみ座像及び十六羅漢が祀ってある。屋根は、1933年に、かやぶきからアエに、 さらに1979年に銅板に吹き替えられ、現在に至る。ありがとうございます。